ございます。はい、チョロチョさんおはようございます。もう南口がカオスになってて、北口にいきなり移動しました。はい、おはようございます。おはようございます。こちら、日本第一党、私が国分寺市在住党員の大木と申します。今日はこの場所をお借りしまして、30分ほど国分寺駅ご利用の皆様に朝のご挨拶をさせていただこうと思います。まあ、演説とは名ばかりの、拙い演説ではございますけれども、どうか、お耳お押しをよろし、ご了承のほどよろしくお願いいたします。はい、こちら日本第一党、一昨年生まれたばかりのまだまだ新しい政党です。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。当初は前回の都知事選挙で、114,171 票を獲得いたしました桜井誠が務めている保守、日本の文化歴史伝統、これらをしっかり保ち守る保守を掲げる政党でございます。政党とは申し上げましたが、まだ、国会議員一人もいません。国会議員どころか地方議員すらも一人もいないんですね。なので、厳密に言うと政党要件を満たしておりません、お恥ずかしながら。なので政治団体の枠からはまだ出てないんですけれども、それでも今一からやり始めました。なぜ一から保守政党、保守を掲げ活動しなければいけなくなったかと申し上げますと、この日本には数多と政党がございますよね。一番左は日本共産党、そこから、例えば立憲民主党、国民民主党、そして自由党、あとは与党の公明党、そして自民党、あまたとこうやってあるんですけれども、さてその中に保守、日本の文化や歴史伝統、これらをしっかり保ち守り日の丸を掲げて活動されている政党って一体いくつありますでしょうか。自民党ですか、それとも大台が創価学会の公明党ですか。とんでもないですよね。いや、でも自民党は保守じゃないのっていうふうに思われる方がもう 99.9%、 9割以上が、そういうふうに思われると思います。おはようございます。ただよく考えてみてください。保守と今日本を巻き起こっているグローバル化、これって比例するものなんでしょうか。多文化共生、これと保守主義っていうのは同じことなんでしょうか。答えはノーです。全く異なる正反対のことなんですね。この日本という国は一民族一国家で2700年ずっと